これ私のせいなの？どうしたらいい？私のせい？これ15分本当に配信できる？ねえもうね、ギフトオフにしてたやん。もうブーブーグーグーさん、ススキカニさん、ハート警察官さん、ハートカニさん、ハート警察官さん、ハートハートピースさん、ハート警察官さん、ハート黒のうさぎさん、鈴木警察官さん、ハートハートピースさん、ハートハトゴンさん、タラのオーブカニさん、ハート警察官さん、ハートオーマシャン、ハートハトゴンさん、タラのオンプピースさん、ハート警察官さん、ハートカニさん、ハートハトゴンさん、タラのオンプ白のクマさん、ハート警察官さん、ハートピースさん、ハートハムスターさん、お月見団子警察官さん、ハートオーマシャン、鈴木ハトゴンさん、レインボーピースさん、ハート警察官さん、ハートハートピンクさん、ハート SK のクマさん、鈴木ピースさん、ハートウキーさん、ハートピンクさん、ハート SK のクマさん、鈴木ピースさん、ハートピンクさん、ハートウサギさん、タコさん、ウキーさん、鈴木シロントリさん、鈴木鈴木、この辺から言うのかな、ありがとうございます。本当にギフト投げてくる皆さんは全然悪くなくて本当にありがとうございます。違うんですよ、ショールームの駐車がめっちゃ悪いえい、皆さんは悪くないです、むしろありがとういっぱい。明日何時かな、うん、明日のショールームなんて全然考えてなかったけど、普通にね7時半か、7時半です。なんか疲れてるっていうか、難しい。違うんです、聞いてください、今日4時起きなの普通にやばくない？4時起きやばくない？今起きてるの結構奇跡じゃない？褒めて。今日はハイテンションすぎて寝れないか。まあ今日くらいは寝なくてもいいんだよ。よかったらね、そう、まだ見てない方もいると思うので見てください。私今プリンを食べてます。ちなみに今日速乾だったらしいカレー、ありがとうございます。そして中坂家はコンプリートボックスを、ボックスじゃない、コンプリートセット手に入れたのと、ムック本もゲットしちゃいましたということで、ね、流行に乗り遅れてませんか皆さん。そう今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディーハムさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、チュ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 、お誕生日おめでとうございます。最近全然長坂みゆちゃんへの愛がもう全然ないですよね。もうね、本当にね、アザーズとかアザーズとかアザーズへの愛がすごく重くて、まあ、素敵だなって思います、はい、今年1年はもっと中坂美優ちゃんのことをね、いっぱい考えて、中坂美優ちゃんにもっともっと愛を注いで、中坂美優ちゃんのことしか見えない、中坂美優ちゃんをもう目に入れても痛くないみたいな、もうそんくらい可愛がってください中坂美優ちゃんの出てる声もぜひ見に来てほしいなと思います。お誕生日おめでとう、おめでとう。もちろん一生中坂推し。バレてます。別に推しちゃダメっていう話をしてるんじゃなくて、
中坂愛の薄れてますよねっていう話をしてるんですよ。だからジャズを推してることは全然いいいいよ。コメントの流れが止まった。オプションはまあめっちゃ楽勝なオプションなんですけど、オプションどうしようかな。じゃあ今多分ね、今日本にいる今日本にいるなら、じゃあ地元のおすすめスポット生誕ティー巡りと中坂美優ちゃんしか見えない、いやしかはちょっとよくない、中坂美優ちゃんが大好きアットマークでアットマーク中坂、あーでも今マンドリル派なんだ、それはどういう意味ですか。今日は日付が変わる前に寝れなさそうだね。寝れないです、だって今から夜ご飯食べなきゃ家帰って。今日何だったと思う、昼のお弁当。なんとヤバトンでした。もうね、ただでさえ特にちょっととある一曲の衣装がもう本当にきつくて、これはもう中ちゃんにしか当て込めないよから、もう頑張って着てほしいって言われて頑張って着た衣装があったんですけど、ヤバトン全部食べちゃったの。ヤバトン全部食べちゃったからもうみたいな感じでした。でも耐えました。だってどの衣装か分かんなかったでしょみんな。何の衣装かは伏せておくけど、誰の衣装だったかっていうと大岡さんです。晩ご飯今日肉、なんか肉って今日の晩ご飯何、なんか肉って送られてきました。なんか肉ってなんやねん。そう、大岡さんの衣装よく当て込んでいただくこと多いんですけど、基本小さい小さいっていうか細い。わ、いいな、ちょっと寿司食べたい。いや肉も食べたい、焼肉も食べたい。どうしようか。もうちょっと今日多分無事に家に帰れないと思うんだ。大岡さんの衣装着て、無事コンサートを謳歌しました。だって謳歌しました。あ、今日は1111日目です。1111。どんどん食べたいけどさ、どんどん食べるにはさ、やっぱどうしてもこうお金がね。なんか待って、10月1日でもう月末終わってんじゃん。しゃちょっと美味しいマンゴーを食べます。マジこれめっちゃうまい。コンサートの話はしないけどさ、12期の話はしていいよね。12期ね、今日お披露目があって見てたんですけど、じゃあプロフィールをね公開になってね、結構やっぱ当たり前なんですけど若い子が多いわけですよ。だからどうだろうと思ったら、意外と年上が3人いて、そう、年上が3人と同い年が2人いました。そう、そうなんですよ、みゆちゃんがいるんですけど、みゆちゃんもう一人のみゆちゃんはみゆちゃん要素強そうだから、ちゃんとみゆちゃんって呼んであげてください。でもう一人のみゆちゃんは3個下です。バブですね。みれいちゃんと同い年のみゆちゃんです。
ココちゃんがいっぱいいますね。ココちゃん、ココちゃんとココハちゃんとココミちゃんみたいないらっしゃいますね。そう、長野県出身とかさ、すごいみたいな、長野から来てくれたのみたいな、うん、同い年のね、何ちゃんだったかな、名前順が遅い方の同い年の子がなんかゆあちゃんだ、ゆあちゃんかな、めっちゃね、倉島さんと あのあずあずに似てる気がするんだけど、雰囲気がわかる、この感じ伝わる、誰を押したらいいんですか。もちろん中坂美優ちゃんです。わかります、なんかね、結構信じられないのが2010年生まれが2人いるんですよ。あ、アフタートーク始まりましたね。やばくない？ 2010 年、え、この前じゃねみたいな。いや、ミレイちゃんも正直この前なんですけど、いや2010年ちょっとこの前すぎるとか言いつつね、まだ5歳だったんですけど、いや5歳はね、この前じゃねえよって感じですよね。すいません。あ、みゆも2010年くらいからファンだわ。令和生まれが入ってくる頃にはちょっと SKE にいる自信はないかな。いやでも今5年でしょ、あとだって7年後くらいだよ。無理無理無理、あと7年は結構無理じゃない？ちょっといる確証はできん。食べ終わりました。めっちゃ美味しかったです。皆さんめっちゃ美味しかったです。ユニフォームシャツいいよね、マジ。目も欲しいもん。7年後25か、ちょっと待って、25って言われるとちょっと考えちゃうよね。いや、いるかもって思っちゃう、怖いね。25ならいそう、本当に。千葉県出身の鈴木さらちゃん、須田さんと誕生日同じ日なんだ。じゃあもうすぐだ。12年目ってまだいそう？いや12年目っていないんでしょ。マキコさんとかさ、須田さんも12年くらいいらっしゃいましたよね。ピオスちょうど12年くらいで卒業してるかってことですよ。いや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 、同い年はね2人いました。そう、2人いたんだよね。やばいよね。びっくりしちゃう、令和か。え、びっくりした、ごめんなさい、ショールームしてました。申し訳ない。
申し訳ないです。申し訳ないですね、ちょっと、はい、私がめっちゃびっくりしちゃった。へえとか言っちゃった。メンバーじゃないですけど、スタッフさんです。カメコさんたちがぼちぼち、カメコさんうまくね、なんかちょっとこれはレオナさんに聞きたいんだけど、なんかちょっと今回のリカはカメコやってたんですけど、なんかこれはわかんない、レオナさんがこうなってないのであればもう中坂の技術不足なんですけど、あのひな壇から撮ったカメコ全部ファンの人にピントが合ってて、メンバー全ボケしてるんですけど、えこれは私のせいですか？もうね、なんかわかんない、私のカメラの設定で勝手にね、勝手にっていうか自分で多分昔設定したんだけど、あの瞳フォーカスっていう 目が映ってる人にフォーカスが当たるみたいなね、オートフォーカスでピントが合うみたいなしてるから当たり前なんだけど、メンバーは私の後ろ、私から見て後ろを向いてて、ファンの皆さんは私のもう真正面みたいな感じじゃないですか。もうだからなんか撮った写真全部ボケてるから、なんでボケてんだろうと思って、したら全部ファンの人にピントがあってて、もうマジで面白いなって思いました。なんか目悪すぎるせいなのか、なんか覗いても覗いてもピントが合ってるように見えないから、とりあえずシャッター切りまくってたの。そうマジでさ面白いよね。そういや、それはそれで見てみたい、ほとんどの写真がそれだから。ちょうどリカが終わったくらいに電池が切れちゃって、はい、広いところを撮るとき瞳フォーカス切った方がいい。あ、そうなんだ。そう、ちょっと学びました。まあしばらくね、まあ、こういう機会はほぼないんですけど、あの学ばせていただいたみたいな感じです。なんやんとあゆかぴょんがファンオタクしてる写真は、照明が何も2人に当たってないので当たり前ですけど、全く顔が見えないとか、なんか、多分私の技術の問題。はい、でもあの自信がある写真だけあのメンバーに送った。そう、難しいです。前髪切りました、よく気づきましたね。お雨にも気が向いたら載せます。難しかった。だから今日カメコの人を見てなんかすごいなと思いました。え、ちょっとシュッとした？痩せたかな？毎日爆食してたけど、毎日爆食してたけど痩せた？いいことじゃん。ゆうかさんとお話はあんまりできてないんですけど、今日のエンジンはゆうかさんの隣でしました。はい、なんかすごかった。今日は痩せたと思う。ちょっと家帰ったらさ、ちょっとマンゴープリン食べちゃったから体重計乗ってみよう。ちょっとコンサートの話の深掘りは今日はするつもりないので申し訳ないです。終わってから爆食し続けたら怖いね。それな。でもね、結構発表されてるよね、公演適度に。適度にいるんですよ、10月ね。今ね、何日？11日まで発表されてる。そう。
前も3日間で痩せた気がする。ちょっと一緒に体重計乗ってみよう。そう、なかちゃんってほんまにダンスかっこいいね。だって嬉しい、そうやって言ってくれる人がいるのがすごい嬉しいですね。久しぶりに手綱出るのを見た気がする。あ、そうなんですよ、久しぶりに、ね、手綱行って初めてサックと一緒に出ます。えいえい、長さがもう見たい、て見たいじゃない、出たい、早く手綱に。でも手綱の前結構すんごいんよ多分スケジュールが。明日公演やらせていただいて、明後日と明後日はまあお休みなんですけど、5日周年公演出させていただいて、6日ももうちょっとありがたいことにお仕事があって、7日も交通安全のねイベントがあってありがたいことに、8日はちょっと運動会とか出たい気分はにゃ、9日なんかあったな、9日あ、鉄中10日はね、なんもない気がする。11日は、公演こんな感じですので、皆さん、はい、もう10日も未発表だけど決定よね。だって確かに、そっか、おみさんいなくなっちゃうのか。ガチ、エスコイン立ち位置をリクアーモードから劇場モードにすぐ戻せるの？戻せない、うん、戻せない、全然戻せない。でもそれで言ったら25日の公演は前日にリクアーのリハがあって、もう立ち位置が全部違うわけよ。前日にリクアーのリハだったから、もう次の日も頭ごっちゃごちゃですごかったけど、ちょっと頑張って明日時間を見つけて覚えます。なんか